はーい、こんにちは、ジーナでーす。今日はですね、皆さんにぜひご紹介したいものがありまして、そのものをいただいてきました。じゃじゃーん、これです。こんな大きい箱が届いたんですよ。何だと思いますか？箱にはドリーミーって書いてあります。開けてみます。じゃーん、開いたー。じゃーん、パジャマです。長袖とか半袖とかいろいろあったんだけど、色もピンク色の長袖長ズボンを選んだんですけど、このパジャマ、ただのパジャマじゃないんです。すっごいパジャマなんです。何がどうすごいのか今からバッチリ紹介していきたいと思います。ジーナの世界。このパジャマめっちゃね、なんか気持ちがいい生地でツルツルしてるんですけど、なんでツルツルしてるのかっていうとですね、これに使われてる生地がすごいからなんです。じゃじゃーん、タグ、キュプラ 100% と書いてあります。キュプラ聞いたことありますか？ちなみに私はなんじゃそりゃという感じでした。キュプラっていうのは生地の中でも再生セルロース生地というものに分類されるんだそうです。セルロースっていうのは炭水化物のことだそうです。で、そのキュプラもその中の一つなんですけど、キュプラはじゃあその最初の原材料は何かって言いますと、コットンリンターっていうものだそうです。コットンは聞いたことあるよね。よく服の繊維でコットンってあるけど、あれは綿のことだね。綿花。その綿花の種、シードの周りにある短い繊維のことをコットンリンターと言ってるそうなんです。まあその繊維を使ったのがキュプラというこのパジャマに使われている生地なんですけど、ちなみにキュプラっていうのはその繊維の商標のことで、商標登録されているんです。ちょっと難しいね。キュプラの商標登録があるんですよ。で、商標登録された商標だとベンベルグという名前になるそうなんですけど、このベンベルグというのは旭化成さんの商標登録なんです。この記事の詳しいことについては、旭化成さんのベンベルグのページのところに載っているので、気になる人はぜひ見てもらいたいんですけど、この記事が一体何に優れているのかっていうと、まあ、いろいろあるんだけど、私が一番、わーすごいってなったのは、これ、土に埋めたら土に帰るっていうことなんです。すごくないですか？いいよね。普通はなんかパジャマとかいらなくなったら、ゴミ箱に行くじゃん。そして燃やして、地球にとって悪いじゃんね、それは。だけど、これは仮に燃やしたとしても、出てくる CO2 の量は他の繊維と比べて少ない。地球にとってとてもいい繊維なのです。で、まあ、なんかその点があって私は今回これを紹介したいなと思って、ちょっとわざわざパジャマをいただいてきたんですけれど、他にも優れた点がたくさんあるので紹介していきたいと思います。まあ、主にこの人たちのいいところっていうのは2個、土に埋めて土に帰るっていうの以外に2個いいところあるなと思ってて、一つは静電気が起きにくいっていうところです。キュプラっていう繊維が横から断面図で見るとすごい丸くなってるの。すごい丸、普通の他の生地ってギザギザしてたりとかするんだけど、繊維が丸々綺麗になって滑らか。私たちの肌に触った時にとってもツルツルで、っていうことは摩擦が起きにくいですよね。よってどんなことが起きるかっていうと、肌に対する負担が少ないね。寝てる時にさ、こうなんかカサカサカサってならないし、花粉もつかないから花粉症の人にもいいよね、とっても。ツルツルってなるから、この上に何かもうちょっと暖かい服を着たいなと思って着た時も、その繊維とこうなんかゴワゴワしない感じ、スルスルっていくのもいいところだね。もう一つすごいいいところは、これは一年中オールシーズン着られるというところです。これは水分を多く含んでいるので熱伝導率が高い。この特徴のおかげで暑い時は汗かいたその水分が外に逃げやすくなるということで涼しくなるし、逆に冬は熱を逃しにくい繊維を重ねることで熱が中にこもって暖かくなれるっていう、すごいですよね。ちょっと難しい話なんだけど、寝てる時ってすごく汗をかくっていうじゃん。その時の水分を外に放出する力が他の繊維に比べてすごく高い、何倍もある。湿気のコントロールが上手なの、このパジャマがね。
だから湿気がパジャマの中にこもっちゃうとかっていうこともないし、水分を取り込むのも放つのもどっちも得意な繊維だから、暑くても寒くても OK っていうことなんだそうです。なのでまあまあまあちょっと難しい話は置いといて、まとめると土に埋めると土に帰る素晴らしい、燃やしても二酸化炭素を出す量が少ない、夏も冬も快適に着られる、摩擦が少ないから肌の負担は少ないし、花粉も寄せ付けません他のに比べてね。で、今までまあこのパジャマがすごいんだよってことを話してきたんだけど、このパジャマを作ってる企業さんのことについてちょっとお話したいなって思うんですけど、このパジャマを作っているのはメイリン繊維さんっていう福井県で老舗の繊維メーカーさんですね。この生地になる繊維からこの布にする、そういう仕事をされている企業さんなんですけど、普通のなんかお洋服のメーカーさんがパジャマを作った時よりも繊維について詳しい会社さんだから、うん、人の肌とかに合った繊維をよくよく考えて作られたパジャマになっています。で、なんでこのパジャマを作ろうっていう話になったのかというと、何年か前にさ、なんか結構流行語ワードみたいなのにもランクインしてた睡眠負債っていう言葉を皆さんは知ってますか？睡眠負債。普段は仕事とかが忙しくて睡眠時間が少ないとか、寝つけない、寝つきが悪い、寝てても夜トイレに行きたくて何回も何回も起きちゃうとかね、そういうことをしていて睡眠時間が少ない、もしくは寝ているけどちゃんと休みが体に取れていない、本当は取らなきゃいけない分の睡眠取ってない分の睡眠負債っていうのがどんどん溜まってきちゃうと体にすごく悪影響、例えば肥満とか高血圧とか、そういう基礎疾患につながりそうな、なんかやばそうなやつになっちゃったりとか、もう普通に肌にもあるよね。なんか肌を良くするにはどうしたらいいですかっていう質問に、寝ることが大事って答えている皮膚科の先生がすごく多いけど、睡眠はすごくもう体、肌にもとって大事なので、肌もボロボロになってきちゃったりとか、とにかく寝る時間が少ないっていうのは体にとってすごくマイナスなことで、まあそういう状況を見て皆さんが快適におねんでできるようにっていうために、とっても心地の良いこのパジャマが作られたんです。そしてまああとはね、地球環境のことについてもっと考えなきゃいけない時代になってきたので、地球にとって良い繊維で、そして私たちの人にも優しい、そんなパジャマを作ろうという試みから、このパジャマがドリーミンというパジャマが生まれたんですね。で、まあその話を聞いて、まあ私にぴったりだよね、大好きだよね、だって環境いい、人にもいい、大好き、これ大好き。あ、ちなみにさっき睡眠負債って言ったけど、ほら、仕事が平日忙しいから休みの日はなんか12時まで寝てるから大丈夫みたいなことを思った人いますか？それはダメです。休日にたくさん寝だめをしてるっていうのでは睡眠負債解消されないことも証明されてしまっているので、普段の毎日の睡眠をもっと質を上げるっていうことが大事なんです。あの、あれだよ？なんだっけ？ジャージとか着てるの絶対ダメだからね。パジャマの方が、まあ、このパジャマに限らず、とりあえずパジャマっていうものは、寝る時のその睡眠の質を上げるっていうことがもう分かっているので、寝るんだから寝る時専用の服を着なきゃダメなんです。で、その中でも特にこれを着たら、いろいろいいことがあるよっていうことなんですね。じゃあちょっと、なんやかんや言ってないで着てみますか。もうね、最初服、箱開けて触った瞬間にスルスルでめちゃ気持ちいいってなるんだけど、ちょっと一回着てみるね。よし。はいはーい、ということで、着てみたよー。あ、ちゃんと下も履いてるやつ。下も履いてみました。とにかくツルツル。ツルツル。摩擦がないね、ほんとにね。ちょっと高級なブランドとかのスカートの裏地がさ、すごいサラサラなのわかる。あと、ジャケットの裏地とか。ああいう感じ。ちなみに匂いはしないよ。まあ当たり前か。なんかすごくシンプルじゃない？ね。デザインもすごくシンプルでさ、流行とかにも全然流されずに、左右されずに、ずっと着られそう。なんかね、このパジャマは、まあ、ちょっと言っちゃうとお高いですよ。でも、高いのには理由があるよね。人間が寝る時間って、例えば1日、6時間じゃ足りないそうです。ね、なんだっけ？さっき調べたんだよね。睡眠時間が6時間以下の人は、7から8時間の人に比べて死亡率が 2.4 倍という研究が、大学病院が出したそうなんですけど、8時間寝るとしよう。したら、一生涯の3分の1寝てんだよ。その間の服なんです。
だからちょっとぐらいお金をかけた方がいいと思う。お金をかけて自分のために、自分の健康のために、体にいい繊維も着た方がいいし、長いこと着られるのいいよね。なんかパジャマをいっぱいいっぱい持ってさ、着るよりも、これは夏も冬も着られるから、一年でこれだけでいいんだよ。何年も着られるしね。そしてもうボロボロで着られなくなっちゃったって時も、それでも捨てても、土に入れても、環境に対する負荷が少ないし、こんなにいい買い物はないじゃないでしょうか。一回のね、一旦のその買ったその瞬間の、私のマイナス、お金のマイナスとか、なんかできるだけ安くしようとかっていうことじゃなくて、長期スパンで見た時のコスパとか、あとはまあ環境に対する負荷、そういうのを考えながら今後はお買い物をしていく、そんな時代になると私は思っています。なのでこのパジャマはこれからの時代の最先端を行くパジャマになってると思います。何年後かにみんなこういうパジャマ着てんじゃない？もうそういう時代になると思うよ私は。ということで今日は時代の最先端を行く最高級パジャマを皆さんに紹介いたしました。どうして高いのかという理由もしっかり分かったところで、今日はこれくらいにしたいと思います。これを着てみんなで花粉症バイバイしつつ、快適な眠りをして、そして地球にもいいパジャマ、そんな生活をしていきましょう。じゃあねー、バイバーイ。ドリーミンでした。